こんにちは、吉田さん。見ましたか、あの事件。佐藤梢さんの事件ね。あれは警察の大失態、そしてそれを揉み消す、まあ、そんなことがね、行われた大事件だと思います。あの、お亡くなりになられたジャーナリストの方はもともと警察の、まあ、すごく生え抜きでですね、優秀な警察官だったんですよ。で、優秀であるがゆえにこの警察体制では限界があるということで辞めて、ジャーナリストとして外部から警察の体たらくに対して警鐘を打ち鳴らしていったんですよね。というのが、内部にいたらやっぱり限界があるっていうことなんですよ。だから外に出たと。外からよく内部のことを知っている人があえて追及をしていったんだけども、でもあんまりにも、相手は強大で、しかも、まあ、これはすでにね、悪意のある隠蔽なのか、もうどうしようもなく当たり戻りのできないものなのかっていうふうな、まあ、魔物、モンスターになっちゃったわけですよね。まあ、そういったところで悩み苦しんでたと思います。あの、組織の中にいると少しずつの悪さを悪いことと認識せずにやる例が結構多いんですよね。例えば、まあ、上司とか先輩にこれは役得だからって感じで何かをやらされると、ああそういうもんなんだっていう感じで少しの悪事をするわけですよ。で、それを全体でなあなあにやっていくっていうところに対して、だんだん罪の意識がなくなって、そしてそれを、まあ、部下や後輩にもこういうふうにするみたいだよ、まあ、建前はね、本当はこうなんだけども、ここではこういうふうにするようになってるからみたいな感じでね、まあ、そうなんですかみたいな感じで不正経理とか、まあ、行われていくってことですよね。で、ある日真実に気づいた人とか勇気ある告発者がこれはおかしいですよっていうふうにやると、余計なこと言うなって、お前もおいしい思いできるじゃないかみたいな感じでね、その声が潰されていくみたいなことがあります。まあ、これがことね、なんかなあなあで住んでるうちはいいんですけども、人の命や税名や財産にかかるようになってきたらそうはいかないですよね。でもそうはいかないんだけども、小さいことを見逃してきたから大きいことを見逃さざるを得なくなってくるっていうことがよく起きてます。これは警察だけではなくてね、私今ね、暴力の時代だなと思ってるんですよ。あの、10年以上前に高知白バイ事件なのがあって、これは白バイ隊員がもうなんかね、一人相撲で事故を起こしてるんですよ。で、それも一人相撲で勝手に事故をしてるんだったらいいんですけども、停車中のバスにぶつかって事故を起こしてお亡くなりになってるんですよね。それ自体は不幸なことですけども、さあ事故処理ですよ。事故処理が自損事故だと保険も保証も出ないんですよ。で、お亡くなりになったその白バイ隊員さんはまだ若くてですね、奥さんと子供がいらっしゃったんですよ。さあなんとか保険金を出そうということで、そうか、じゃあバスは止まっていたんじゃなくて、バスは動いていて、だからバイクが避けきれずに事故になったんだということで、自損ではなくってね、接触事故、人身事故にしようと仕立てたんですよね。そうするとバスの運転手さんは停止してるところにドーンとぶつけられたわけですから、おい大丈夫かみたいな感じだったんですけども、なんとある日ね、お前のバス動かしていたからこうなったんだってことになって、いやバス動いてないですよと、では乗ってた人に聞いてみてください、周りの人聞いてみてください、誰一人バスが動いていたっていうふうに言った人はいなかったんですよ。でも司法やそれから警察、現場検証するスタッフも全部身内でグルでですね、バスが動いていたという捏造するためにバスのスリップ痕を作ってみたりとかね、で裁判を捜査したりとかっていうので、結局バスの運転手の人に懲役実刑を打って、そしてですね、保険金をまんまと騙し取ったってことも起きてました。こういうことがね、結構警察の中、検察の中、権力を持ってる人っていうのはやたらめったら起きてるわけですよ。で、たまに割りよく真面目な納税者が人生を奪われるんですよね。もう今ね、暴力の時代だと思いますよ。そう考えたら権力で暴力以上の蛮行が行われているわけですよ。で、権力っていうのは誰しもが持っていて、誰しもがその影響を受けるわけですよね。上司部下という権力、地域、そして会社での権力、人と人が2人以上いて、そこに対等という関係は存在しないんですよ。どっちかが必ずイニシアチブを取ります。全部イニシアチブを取ってるのかどうか分かりませんけども、一部このジャンルではこっちが上だよね、こっちではあなたにお任せしようかなっていう関係が存在するんですよね。で、なんで今が暴力の時代かっていうとね、あの、暴力で立ち向かえないのに暴力以上の力を使ってこられるってとこなんですよ。
ですんで、もしかしたらグダグダ言ったらぶん殴るぞみたいな時代の方がまだ平和でスッキリしたのかもしれないですよね。今は得体の知れない集団という魔物がね、一人一人は悪くないんですよ。集団になるととんでもない圧力や権力によって、まあ、人を抹殺して口を拭って知らんぷりみたいなことが起きるわけですよね。恐ろしい世の中だなと思います、うん、でもこれも徐々に変わってこようとしてるのかなと思いますよね。あのガーシーが国会議員に当選して世も末だっていう人がいますけども、これはね、あの論理の逆転で違うんですよ。世も末だからガーシーみたいな人に30万人の人がもう風穴開けてきてくれっていうふうにお願いしてるわけですよ。だからもうね、あの建前や権力では私たちの暮らしはもうね蹂躙されて、暴力以上の暴力を受けてるよってことがついにここに紛糾したわけですよね。でこれからこれが進むと実際の暴力や武器や内戦、戦争ってことにも起きてくるのかなと。結局は権力をもてあそんだ人間が権力を持たない人に逆転劇を食らうってことじゃないですかね。そういうことが起きてくるんじゃないですかね。あの昔中国でもねよくあったんですよ。中国の王様がね世の中支配してやりたい放題やっていたら、その部下が あんなやつについていくのバカバカしいよねって感じで、あの結託して謀反を起こしてね、王様を追い落としてかつての部下に逮捕されたり処刑されたりみたいなことで下克上っていうのが繰り返されてきたんですよ。それは今でもこの社会に起きうることかなと思いますんで、力を持ったものはやっぱりね優しくなっていかないといけないかなと。だから強さと慈悲っていうのがセット、そして弱さと戦いっていうのがセットになっているっていうようなね、この言葉の使い方はかなりね、あの、まあ、学びが深いかなと思いましたね。で今回はねちょっと暴力っていうことで言っていましたけども、パンチを使わない暴力っていうのが最も立ち悪いと私は思ってるんですけどね。